はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直樹です。今日は偏差値65 a の算数、市川中学校の差詰め算の問題やってみましょう。もう何の変哲もないバリバリの基本通りの差詰め算です。クラスの生徒にボールを配ります。1人8個ずつ配ると36個余り、10個ずつ配ると8個足りません。さあ、ボールの個数は四角くありますと、ね、さあ生徒の人数というのを、当然出さなきゃいけないんですけれども、さあ1人8個ずつ配ると36個余るということは、ね、子どもを、ね、四角人いるとするとね、8個ずつは配ると 8×四角個、1人に8人あげるってことは、ね、1人に8個あげるということはね、四角人では当然 8×四角個ボールがいるわけです。で、全員にあげても36個余る。36余り。でボールはここまであるわけです。 8×四角はここまで、ボールはここまで、ね、さあで今度10個ずつ配ると8個足らない。さあ今度同じ数のボールを1人10個あげる。そうと当然子どもの数は四角人ですから、10×四角人個必要なわけです。 10×四角個必要だけれども、ボールはここまでしかありませんから、これだけ必要なんだよね。だけどここまでしかないわけです。ボールはと何個足りないかというと8個足りない。8個足りないんです。そうすると 8×四角だとここからここまで、 10×四角だとここからここまで、その差っていうのは36と8の足したものですね。差は36足す8の44個の差があります。44個の差、8×四角と 10×四角の差が44あって、じゃあその差はどうやって出るかっていうと、こっちは1人に8個ずつ上げていくわけです。1人に10個ずつ上げていくわけです。1人につき 2個ずつの差が出てきます。1人につき2個ずつ、2人だったら4個の差がついて、3人だったら6個の差がついて、積もり積もって44個の差になったわけです。そうだとすると子どもの数は44÷2 の22人ですね。子供が22人いるから2個ずつ差がついて44個差がつくんです。さあ子供の数が出たら、それが何求めるかというとボールの個数です。ですから上でも下でもいいんですけどね、8個ずつ上げると22人に8個ずつ上げると36余りますから、 8×22 足す36、8に16、8に17、36足すと212に、ボールの個数は212個ですね。さあ下でも見直してみましょう。 10×22、 10×22 だと8個足りませんから、引く8すると220-8のやっぱり212個ね。どちらにしてもボールは212個になりますね。これが差詰め算です。忘れるとね、混乱しますからね、しっかり頭の中に解き方ね、刻み込んでください。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。